最近ポッチャスターはオリンピックパラリンピック等で非常に有名になってきましたので、そのルール等が若干ありますので説明をして、そしてボッチャを楽しんでもらって技術を向上してもらえたらと思います。テープを貼ってます。この範囲内にですねボールを投げてやるんですけど、これ最後にはジャッジボールに近いボールの点数が赤か青かだけで判断、青投げなさい10ですね。じゃあ今度青の方がこれに目を向けてまた投げるんです。そしたらこれ青と赤だったら今赤が近いじゃないですか、これ最終的には測らないかと思ってた、近かったら今度また青が投げるんです。もうちょっと力なんて聞こえんかしん、うん、3日の日本準備できたんでしたか。準備はそうでもなかった、はい、今日はですね前一回お話したことがあるんですけども、買い物支援事業って言ってですね、
買い物をして、また配達を、その次のサロンの時というのは1回、2回ぐらいの注文しても配達のが非常に遠くて、現実的に合わんもんですから、なかなかじゃだんだん資料遅くなっておりますけど、よろしくお願いしたいと思います。それでは、この会館の買い物をしているんですけど、ローソン部はですね、やっぱり私このサロンの場でですね、注文を受け付けます。これを見てですね、注文するんですけど、番号が書いてありまして、この番号で何度に書き込むと、もう品物が非常に名前が出てくるようになってますので、それで注文もしてもらいます。お弁当屋のね、うん、あのいいですかね、時間ごってあるみたいと思います。それになると、もう女性からが本物になるんです。女性から、はい、今日は、うん、とりあえず今日食べて頼んでみるといいと思います。で、さっき言った買い物支援の話はどうやるんですか。やってみてほしい思いなんですか。そうですな、はあ、よければ利用してもらう。はい、はい、まあ、年明けから本腰になることというか、一応お願いします。そうですね、やっぱ私たちも欲しいのもあるけど、そうですね、はあ、お願いします。はい、買い物支援、さっき説明したね、お前助かります。助かるわ。なら今から、まあ、年明けからが本腰になることというか、最初に1回目でやって食材も取り寄る場でやっぱ足らんとか。あ、食材、はいはい、例えばですね、今回出ます、的が出ました、的が出ました。さあですね、これをここに戻した、このプロスで、それから始めるどこでもいいです。よろしいですか。はい、そしたら貼り続けてやっぱりです、この的に近づきます。ボン、はい、今度は青をお願いします。結構これが、さあ、はい、これが青が近いので、はい、今度は赤をお願いします。近づけていく、前前かしてやって、はい、今度赤が近くなりましたので、今度は青を願います。これがあるんですよね。
青がですね一番近いんですけど、この青よりかですね、この赤が全部入ってるんですよ。これが全部近いんですよ。で、1、2、3、4、5点になります。赤が5です。とりあえずも面白いです。とりあえずも面白いです。赤が出ちゃった。はい、赤です。お、じゃあ、じゃあ、はい、はい、青です。しっかり動いてもらった。お、うまい。おい、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 うまい。地圧も投げに決まってね。よし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 、もうちょっといって。はい、続けてまた青お願いします。あ、当たらんかった。あ、なんかありがとうございます。もう一回。あ、追い出してしまうな。はい、おっとっとっと、終わったと。はい、おり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 、よし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 、めためた。さあ、赤の1対0です。みんな、みんな考えるかね。これもいいか。ほら。おお、うまい。うまい。うまい。これはうまい。青が近くなりましたので、赤をお願いします。うまい。よし。飛び越した。うまい。おっと、おお、あー、じゃあ続けて赤お願いします。赤でんなもおちゃんがやるんじゃないな。はい、赤です。おいしょ。おう、バン、ブランブラン。はい、最後です。ちょっと有名です。もう、赤が一番違って、そっちが青ですので、もう後は入ってません。で、これ1対0で赤の勝ち。はい、というところです。よし、こうしてもう僕らコロコロじゃないですか。コロゲームを打つ。あ、よくない。あー、やったね。よし。おお。はい。あ、はい。よし。よし。はい。はい。しっかり続けてもらってですね、言ってください。何かありますかね。
いえ、特にございません。大変、今からの健康で維持にもでもね、つないでいって、はい、とても良いです、はいはい、ありがとうございます。しっかりまた頑張っていただきたいと思います、はい、健康づくりにですね、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、そこで新版の名刺でですね、下原からわざわざ来た新版に来てもらいましたけど、はい、みんなしっかり習って楽しくなっております。その地区で全部覚えてもらうことが一番いいですね、はい、新版とね、はい、楽しかったです。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆さんこんにちは。ぶらり高森のお時間です。もうお正月も終わって季節は一歩一歩春に近づいておりますが、寒い、まだまだ寒いですね。ですので今日は寒いところには行かず、標高が高いところには行かず、町中をぶらぶらしたいと思います。今回もどんな出会いがあるのか楽しみです。それでは行ってきます。トムさん、はい、歌か踊りで伝えてください、皆さんに。寒さを、寒いぞ寒いぞ寒いけど頑張るぞ。なんかちょっと寝たきれっぽい感じがするんだけど最近。いや、そんなことないですよ。ないですか？はい。そうかな、なんかね、もうたくさん生まれてます、私の中からいろんなものが。そうですか。せっかく駅前から始めたので駅の方に行ってみたいと思います。初めてですね、こんな街の方に降りてきたのは。嬉しいですか？え、はい、嬉しいです。いや、もう山の中、山の中って言ったらですけどね、はい、こんにちは、 TPC のぶらり高森です。あ、こんにちは、おはようございます。よろしいですか？はい、あ、彼が、はい、あ、彼が、あ、おはようございます。私、オクロック熊本歌劇団の野村由紀と申します。知っております。横手五郎役です、ね、あ、そうです、ありがとうございます。あ、見に来てくださったんですか？3回感激しに行ったことあります。ぶらり高森は見てます。あ、たまに。お、嬉しいですね。よかったね、はい、ありがたい。ありがとうございます。ひょっとして運転手さんですか？そうです、はい、運転です。そうなんですか。私も何度か乗せてもらいました。ありがとうございます、はい、ハロウィンの時も来られてましたね。あ、そうです、はい、あ、運転されてたんですか？私は休みでした。そうです。あら。観光の方々など戻ってこられましたか？秋の行楽シーズンの時には戻りつつあるかなと思いました、ね、あ、そうなんですね。いつもなんか運転される時に、はい、心がけていらっしゃることってありますか？安全運行ですね。無事故でお客様を送り届けること、それから観光に来られてるお客様がほとんどですので、高森町や南阿蘇村を好きになっていただくことを心がけております。あ、素晴らしいですね。なんか文章で書いてあるみたいな感じでしたね。取材の方は慣れておりますね。あ、そうなんですね、すごい。楽しさって何かありますか？楽しさ、お客様が喜んでいただけることです、うん、あ、運転手になろうって
って思ったきっかけとか、なんかなりたいと思ったの？きっかけはですね、はい、私は隣町の大和町出身で地元で働きたいというのもありますし、はい、南安鉄道は、子供の時からとか学生の時から私使ってました。高森駅が最寄り駅ですので、はい、まあ、地元の鉄道で働きたいなと、うん、そういうのもありますね。素晴らしいですね。あ、おいくつですか？27歳です。27歳、独身です。独身ですか。ブロックでは菅井郁美さんと同い年です。あ、そうですね。ちなみに、はい、北陸一押しの人っていますか？一押しですか、はい、います。誰ですか？加藤清正役の片山紗友希さんです。私じゃない。期待通りのお答えじゃない。ありがとうございます。頑張れ。頑張ります。あ、だどういったところが？同じ平成6年生まれであるのもそうですし、阿蘇出身じゃないですか、はい、地元出身ですし、はい、と加藤清正好きなんですよ、武将として。そうなんですね。それを推しの方がされてるってすごく嬉しく思いますし、熊本を誇りに思える内容だと思います。なるほど。クリスマスの期間ですので、イルミトレインとして企画列車として、はい、車内をクリスマス風にアレンジして運行しております。わー、サンタさんが、おこのようにクリスマス風にデコレーションされています。かわいい。ツリーもありますよ。ほんとか。わー、素敵です ね、 ね。あ、サンタさんいっぱいいる。ハロウィンの時にはハロウィン風にアレンジしました。あ、はいはい、一席ごとに雪だるまだったり置いてあって可愛い。映えますね、これは。映えます。大体家族連れの方や鉄道ファンの方ですね。やっぱそれ目当てで家族連れのお客様も来られます。今日も一日安全運行でお願いします。お任せください、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。どちらから来られたんですか？まあ、山川の方から。あ、さ、観光ですか？観光です。あ、そうですか。列車に乗りに来られたんですか？そうです。もう出るからちょっと気を、はい、楽しまれてください。いらっしゃい。彼が去ってきました。はい。ご安全に。あ、日本語わからない。高森の方ですか？高森のに住んでらっしゃるんですか？ハイキング、トレッキング、トレッキング、立野駅and back to Aso Eki. So, where you come from? American. American? But I live in Takasaki-shi, Gunma-ken. Gunma-ken? Hi, hi, hi. Kukamura. Kukamura? Kukamura. Hi, 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 hi. Sightseeing? Hi, 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 hi. Only one? Yes, 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 yes. I'm doing Hyakumeizan. Tomorrow, I will go to Aso. And then after Aso-san, Kuju-san, and maybe Soba-san, Sobo-san. Kamori, it's very cold. Hi, hi, hi. I wanted to try some Hyakumeizan in Kyushu before heavy Yuki. Yeah, yeah. Have a nice day. You too. Thank you. Thank you. Takamori Cable Television. Okay. Okay. TV program. I see. Okay. I will look. Have a good day. Hi. Thank you. おはようございます。聞こえない。
おはようございます。あ、ポイントチャンネルです。え、ポイントチャンネルです。何や、ポイントチャンネルです。はい、今お散歩ですか？毎日。はい。あ、そうですか。はい、健康のために。はい、すみません。いいですか、はい、はい、ありがとうございます。どの辺まで行かれるんですか？はい、はい、はい、すみません。左にお母さん入っています。こんにちは、高森ポイントチャンネルです。おはようございます。おはようございます。今お散歩ですか、お出かけですか？病院です。あ、そうですか。これから今度は薬局に行って。ああいいですね。もうお近くですか？草壁です。南部です。あら、そうなんですか。ここまではバスですね。バスで町営バスがあるけんですね。あ、もう週に1回ぐらい来てらっしゃるんですか？に、あの28日にぐらいにですね、うん、中村薬局さんに行って。あ、今から行くんですね。はい、この寒いのに。ですよね。草壁の方がまだ寒いですか？寒いですね。ね、まあ、こっちの方がちった、あの朝晩の寒いかもしれない。上の方がちった。うん、私、オクロック熊本歌劇団の野村由紀と申します。体調大丈夫ですか？はい、大丈夫です。あ、まあ、血圧だけですけど、ね。あ、そうなんですね。はい、よく町には出てこれるとですかね？はい、大概1週間に2回ぐらいで来るですね。あの月曜と木曜がですね、バスが出るから。お買い物とかもその時ですか？うん、もう草壁もないですもんね。物産館があるわですね。そうですよね。店がないけんですね。うん、最近なんか楽しいことあったですか？わあ、楽しいことはないですね。うん、そうですか。もう正月の準備とかそろそろされるんですか？そろそろですね。うん、お家をついて孫たちに送ったりするないけんですね。ああ、来るんですね。孫たちが東京や大阪に行っとるけんです。あ、そうなんですね。みんなあの看護師さんやら何やらしてるだけ。なかなかですね。わかりました。すいません。お呼び止めして。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません。草壁からね、バスで大変ですね。あ、おはようございます。あ、ポイントチャンネルです。はい、はい、ぶらり高まりをやってます。今帰ってこられたんですか？今から行くとったら役場に。あ、今から。あ、そうですか。何場所に行きなったんですか、役場に？あの病院にかかったずの方、領収書を持って。この寒いのに。もう今日が抜き打っちゃう。そっか、もう雪降りましたもんね。そうですか。ああ、今日は抜きずばいた。ああ、そこは抜くんですか、今日は。ああ、絶対が寒かったですけどね。シニアカー寒いですよね。寒いだよ、ここ。そうかな。ね、じゃけもうよっぽど中に乗っていくんにゃばってんな。ああ、バスの時間がな、わからんとったよ。ああ、じゃけもう、もうさ、やらさみてけバスが言えばいいだってみんな言わそうって。体調があんまりようにあったへん。俺はずっと人工透析しよっとじゃん。あ、それは大変。はい、あ。じゃけ明日は病院に行かにゃんし。うん、あら、結構時間がかかっとるでしょ。はい、あ、4時間。あら、きつかでしょう。きつかです。ね、朝、俺ここに来るとか7時20分に来るもんな。ああ、早か。そうですか。そして、向こうに着くのが8時10分頃ばってん、春札とは9時じゃんけ。じゃけ、それから 4時間じゃけな。あ、もう1日ですね。ああ、じゃけ、でもう昼飯も飲まかんづけ、帰り着くと3時。あ、わあ、1日がかり。ばってんね、気をつけんといかんですよね。はい、うん、すいません、ありがとうございました。お呼び止めしてありがとうございます。はい、おはようございます。ポイントチャンネルです。ぶらり高森をやってます。ぶらり高森というコーナーをやってます。はいはい、今お父さん何されてたんですか？あ、何も
すみません。お散歩の名前は。寒そうですね。寒くなりましたね。今おいくつですか。今おいくつ。72です。うん、ああ。ちょっと前に出てみようかじゃん。天気いいですね。天気いいですね。家ばかりおるけん。ああ、やっぱ外の空気をね。どうですか最近調子はお体の。こう膝の関節と腰が。うん、あ痛い。はい、また寒いとなおさらですね。最近お父さんの楽しみとかありますか。海釣り、フィッシング。あれが楽しみで一年何回か。へえ。今日なったんですか。はい。海にね。海に。大分の臼杵の方に。ああ、大分県の方に。うん、へえ。私大分県出身なんです。あ、そうですか。はい。どこですか。豊後高田市です。は。豊後高田市。国先の方。ああ。うん。まあずっとまだ先の方。そうです、そうです。先の方。そうなんですよ。ありがとうございます。大分に来てもらって。前は死ぬ狙いでしょっとって、今もう味一本ですね。ああ、楽しいですか釣り。年に何回かね、やっぱり。今度は亡くなってからでき3月か4月頃に。ああ、はい。もう3匹はもう、持てるんですもん、人間が。ありがとうございます。すみません、お体に気をつけてください。ありがとうございます。あ、これなんか出てるんですか。はい、ポイントチャンネルで使わさせていただきます。じゃあ、いつですか。まだ年明けなんで、1月の中旬ぐらいからで。はい。すみません。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。お気をつけて。はい。おはようございます。ポイントチャンネルです。あ、お急ぎですか。ポイントチャンネルです。今お昼タイに今日何を食われました。唐揚げ弁当。ここは美味しいですもんね。はい。あ、そうなんですね。よく来られますか。いや、あまり、はい、たまに。たまに。今お休みですか今日は。はい、あ、そうです。なんか今ひょっとしたら、そうです。あ、そうそう、すみません、ちょっと聞いていいかどうか。あ、そうですか。4月ですか。へえ。男の子か女の子か。男ですかね。あ、そうなんですね。あ、もう分かってる。はい。あ、見られました。多分。ソナーみたいな。多分です。へえ。第一子ですか。はい。わ、どうですか。楽しみ。今おいくつですか。今19です。あ、そうなんですか。見えないですね。そうですか。来年春は楽しい家庭に。はい、すいません。じゃあありがとうございます。ありがとうございました。すいません。じゃあお体を大事に。あ、大事に。はい。おはようございます。ポイントチャンネルです。ああ、ぶらり高森をやってます。うん、あ、お正月の。もうそういう時期ですか。あ、どうぞ。毎年頼まれるんですか。そうそう、毎年。注文に来たって。ああ、ここ美味しいですか、やっぱ。ここは評判がいいです。もう高森ではここ一番の子ですよ。お父さんとこの正月は賑やかですか。いや、もう近く何人か帰ってくるぐらいです。息子さんたちとか。長男は自衛隊長期ですね。兵庫県にな。兵庫に。帰ってきならんとですか。帰ら、もう車が行ってから帰ら。ああ、そっか。ああ、もう自衛隊だ。帰れないね。まだ帰ですか。帰省していかんとですか、まだ。行かん、行かん。あ、そうですか。厳しかですね。車が行ってから、もう全然、もう出られんとした。厳しい。そんだけ厳しくしてるわけですね。ああ、そう。帰ってこ。まだ寂しくでしょ。いや、もうそげないのかい。普通が二人だけ。ですね。おさん、どちらですか、お住まいは。私は草壁。草壁。もう私は、畜産場所です。畜産場所。牛ばかりです。もう今、二人しかおらんけですな。ああ。もう子供は出てしまった。
すいません。あ、こちらすいません。ありがとうございます。すいません。忙しいとこ。えら、させてください。みんなが終わらなかった。いや。今日もどうも。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。ポイントチャンネルです。ポイントチャンネルです。あ、そうですか。はい。ぶらり高森やってます。あ、今お買い物ですか。あの、今日は病院に行きました。病院、薬でもらい、はい、薬もらい行きました。あ、薬もらいに。どちらかが悪いんですか。お体悪いんですか。もうどこそこ、どこそこ今年になるとですね、はい、どこそこ悪いとこが出ちゃう。いつもあのポイント見とります。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。私、オクロック熊本歌劇団の野村由紀です。はいはいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは面白かったインタビューがある。お父さんお近くですか。いや、私草壁です。あ、草壁、はい、今日は今からの予定は。いや、もう帰ります。帰りますか。はい、ちょっと農協に寄ってから。あ、ありがとうございます。ありがとうございました。すごい。こんにちは。車すごいですね。かわいいですよ。すごいの。何ですか。一回人が乗っとるけんでっかくないとね。いや違う違う。これ目立ちますね。これね、塗ってもらったんですよ。え、塗ってもらったんですか。でしょうね。いや、見たことない。トヨタのクラウンのピンクがあるじゃないですか。あれがピンク。あの色になってる。だけどこれ事故防止にもなるんですよ。お年寄りがね、向こうから来てるのがスピード感覚わかるみたいで。びっくりしました。でしょ。でもこの体でこれ普通さ、軽トラック。軽トラックです。日本に一台しかないというのは、この色は。そうです。そっか、そうです。綺麗にしてある。はい、もういつも磨いて。あスタンドが、ガソリンスタンドがいつも磨いてます。お高そうですけど。これはですね、お手頃です。いや、いや本当にお手頃です。です、はい、ランクはこういろいろあるけど、一番下のお手頃なの。そうです、はい、この辺にこれがちょっとかかるぐらい。あ、この辺がちょっとかかるぐらいで。そうなんですね。色塗ったりそれがちょっとかかるだけで、はい、車体自体はやっぱトラックだからですね。そうなんですね。荷物を乗せたりするので。いや、金型を作ってます。半導体の製造機で。どちらですか。高森の、両辺向こうの方に県道28号線のところにあるんですけどね。あ、一回工場に行ったような記憶がある。あ、そうなんだ。お母さんが隣に住んでるんですか。そうです、そうです、はい、社長のお母さんが隣に。そこに行って、はい、ひしもちをもらった記憶があったですね。そうです、はい、よく覚えてらっしゃいました、はい、いや、もうずっと変わらず綺麗な母ですよ。ペタ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 塗装して綺麗になってますよ。こんにちは、鶴さんですか。はい、そうですよ。なあ、こちら。おひなさんの、あの、ひしむち、うん、作ってるから持って行ってください。え、いいんですか。うん、9人ですもんね。9人、うん、孫が、うん、その中に女の子が1人、はあ、たった1人ひしもちばもらいました。はい、こんな感じです。わあ、おいしそうですね。えら、お綺麗ですね。あ、いやいやいや、地元の方ですか。あの、オクロック熊本歌劇団ですよね。村ゆきです。違うと思った綺麗さが。何が違いますか。いや、やっぱりね、綺麗すぎる。あの、オーラが違う。いや、そんな、うん、どうしましょう。目力あるもんね。いや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 、目力あるもん、ね、地元じゃないよなって思って。熊本の顔じゃないですか。綺麗だもんね。若い、綺麗。あら、ちょっと倍ぐらいあるんじゃないかな、私は。大丈夫かな。前ぐらいないかな、私。ないです。細く修正お願いします。今日はお昼買いに来られた。そうなんです。ここの社長の作ったあの刺身を。でしょ、ここのね、ここ刺身すごい美味しいんですよ。今日はですね、もうあの友達の母が亡くなっちゃったんで、あらあら、なのでもうとてもよくしてもらって、母同然のようにしたので、ちょっと悲しみやったんですけど、はい、すいません、そういう時に。よかった、でも、いや、うん、
後でご報告しときますママにも。すみません急に。いやいやいやお疲れ様でございます。ありがとうございます。いいご報告ができました。わーよかった。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。かっこいい。ポイントチャンネルです。おはようございます。お買い物されたんですか？お昼ご飯。電池が切れとるけん電池を買いに来た。やっぱり別なもん買うですね。あ、そうですね。そうですか。いっぱい買いました。電池がですね、切れたけんと思って。あ、そうですか。なんかストーブにいるのあれに。あ、ストーブ。あれ使うとです。すいません、まこやん。そこそ汚いババア。いや、そうだ。ドラントですよ。あ、そうですか。いや、今日は良かったです。お会いして。すいません、もう。もうお近くですか？あ、ちょっと、うん、小学校のちょっと近くです。あ、そうですか。してください。はい、すいません。ありがとうございます。ババアを。いやいや。ありがとうございます。お気をつけて。ちょっと薬もらわんないの、うん、お母さんとお友達ですか？気楽会社。そうなんですね。今日は何の用事で？病院です。病院ですか？病院から今から歯医者に行く。そうですか。薬もらい。あ、薬はですね。お昼とかどうしたんですか？今日は歯医者だから。歯医者終わってご飯ちょっと食べられるかしらの、うん、ああ、その時の状態で。タクシーでと？いいな、うちには子供が泣きとったけんど、あの牛の餌買いたんじゃき。あそこのなんか白水まで。白水んじゃき、私ちょっと歩いていかなきゃんから。あらあら。子供気をつけてじゃ。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ポイントチャンネルです。ちょっとよかですか。はい、お昼を買いにお店に来られたんですか。いろいろ買おうかなと思って。いろいろ。お父さん、髪型かっこいいですね。ずら。いやいや。前から伸ばされてたんですか。前から髪の毛は。いや、これまで伸ばしてたけど、まあ、耳がくくる程度にしとったけど、今はもうマスクがほうくくるけん、もう耳を出しと。あ、それ絶じゃないとちょっとだけ話していただきます。 ありがとうございました、うん、はい、すいません。ありがとうございます。高森のケーブルテレビ。あ、おはようございます。おはようございます。今お見かけしてちょっと、はい、もうご自宅はお近くですか？また次のとこ、あ、買い物にちょっと行ったんですよ。買い物に、うん、もう91もなってきた。91歳。回復してか、回こっちも足が膝が崩れて、ああ低い鼻がバーッと、で、鼻のレンズ割れて飛んで、寿司もお湯を使わないで、寿司がすぐ冷やしてストーブつけて、なんていうか、ね、こたつ入れて、くるまっていうか、見えもななんか、なして。こっちの買い物でこっちも病院の薬も打ってて、あー、もうそのまま、あ、もうきつかった。それはきつかったでしょう。今まで寒かったでしょ、はい、だけど今日行かんともう行かれて、また、ね、また寒くなる。正月できるかできなかった。正月ですね、うん、使って、ね、施設に行こうとな、子供たちが言いました、はい、私一人で、私自分でだけ、ついたごとして食べるといいから、年は取りたくないですね。いや、こりゃ生きとって思わんかったんですよ。60くらいで死んだろう。いや、もうさ、みんな言うんですよね。私、オクロック熊本歌劇団の野村由紀と申します。テレビにずっと出て、はい、頑張ってください。ありがとうございます。高森、慣れましたか？はい。楽しいです。そうですか。はい、寒かったね。そうですね。はい、元気しとらんと、はい、
お母さんお父さんが心配させて、そうですね、うん、はい、元気な家振り人なんとおしこかさ、はい、生きとったっちゃでした。そういうこと言うと他人に触って怒られるまでごくつくして生きとったっちゃね、なんもせんでしょう、ね、あんた仕事するじゃない、すいませんね、ありがとうございます、お体に気をつけて、はい、はい、まあ、私たちも年前に食べ引きながら、はい、よく年迎えてください、はい、お気をつけて、よいお年を、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。こんにちは、こっちからですか、今散歩ですか、今日は暖かくなった件ですか、うん、健康のためにですね、健康のためにあるの毎日、うん、そうですね、お近くですか、近くです、あ、そうですか、はい、お見かけしたんですね、奥さんでいらっしゃいます、そうですね、はい、あ、すいません、慣れてなくって、いえいえ、なんか最近いいことありましたか、何もありませんね。そうですか。何もありません。なんか日々の楽しみとかありますか。そうですね。カラオケが好きだったけど、カラオケにももう2年ぐらい行ってないしですね。好きだったけど寂しいですね。友人とカラオケに行くの楽しい。お箱は。いや。おはこれ下手の横好きっていうやつですよね。もういけないですね。なんかなかなか寂しいですね。そういう人結構いらっしゃるんでしょうね。でもいるんでしょうね。やっぱり、うん、もうそうですね。同級生とかとよく、はい、1年に何回か集まってたけど、はい、ここ最近はコロナでやっぱりそうですね。やっぱり孫がいたりするとですね。そっか。え、お孫さんいらっしゃるんですか。孫がいます二人。ああ。おいくつですか。まだお若いでしょ。いや、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。いや、やがて。57歳になります。ああ、そうなんですか。まあまあ。いや。市内にいるけどたまには帰ってきたりするからですね。帰ってこれませんね。弟も名古屋にいるんですけどね。どうですか。もうあの早くチケットを取って、はい、あの帰ってこようとするともう帰られなくなるんですよ、ね。だけどもう2回ダメになったですね。帰ってきたいみたいなんだけど、もう今度3回目を取ったから帰られるかなって年末年始。なんか上手な人はね、あの上手に帰ってきて帰っていかれるけどね、なんか仕事関係でやっぱそうですね、うん、早く、うん、あの予定組まんといかんだったりするから、うん、ちょうどその3ヶ月ぐらいの期間の間にもう帰れなくなるんですよね。ですね。タイミングが悪いんですよね、やっぱり。今度のはひどくならんとかいうオミクロンとはなってるけど、ね、分からないですもんね。こればかりはね、なんか分からないから、ありがとうございます、すいません、突然にありがとうございました。だいぶカットしてください、はい、すいません。町営住宅こんなところがあるんですね。結構古そうですね。あ、早速。おはようございます。ぶらり高森をやってます。はい。何されてたんですか今。いやいや、ちょっと爪切り。あ、爪切り外でするんですか。天気いいんで外で。そうですね。ここ2、3日ね、寒かったけん、外出てなかったけん。今日はちょっと暖かいですね。そうですね。なんか運動とかはされてないんですか。運動は、まあ、歩くぐらいですよ。ああ、でもなんかお父さん健康そうですね。うん、そうかな。おいくつですか今。いくつ、はい、年、もう今年70になる。ちょっと お若いですね。町営住宅はもうずっとお住まいなんですか。14、5年かな。最近寒いですけど大丈夫ですか。もう寒さはね、うん、負けとったら、うん、体の方が言うこと聞かんようになる。別にそんな悪いとこもないし。秘訣は何ですか。
よく食べてよく寝ることよ。現役の時とかお仕事はなんかどういうのをされてたんですか。自分はもうこれといっていろいろと、はい、熊本だけじゃなくて他にも行ったし、ね、そうなんですか。最近なんか楽しいことありましたか。楽しいことない、一つもない。悲しいことばっかり。悲しいこと、うん、女房がね5年前に亡くなったけんね、うん、それから一人だけ。5年前って早いですね。うん、いません、なんか。いえいえ。いや、ちょっと寂しいですね、まだ。そうですね、うんうん、まだね、ちょっとそういうところがある、うん、そうですよね、うん、でもここらは何もないとこだし、あんまり人もいないでしょう。そうですね、なかなか、うんうん、平日はね、うん、もうみんな仕事で、若い人は年寄りばっかりだけ、はい、家から出んよ、寒いと。そうですね。冬はですね。すいません、突然に。いや、ありがとうございます。すいません。あの、街歩いてる人にいろいろお話をお伺いしてるんです。誰もいないよ。いや、なかなかいなくて。どちら行かれるよ。でも私も家に帰る。家に帰る。近くですか。今まで買い物ちょっと余計で。あー、そうですか。ちょっと余計で。お母さんも元気じゃないですか。きつい。いや、そういうふうに今歩き方がそういうふうに見えなかったんですよ。腰が痛い。腰が悪い。あ、そうですか。誰もいないです。あのお母さんが。あのお母さん、あの人帰ってきました。あ、まだ帰った。じゃあ、すいません。ありがとうございます。ポイントチャンネルです。ぶらり高森を。おくろく熊本歌劇団の野村由紀と申します。助かりでございます。今どっかから帰ってこられたんですか。今ですね、あのちょっとスタッドと車検しとったから、車検の代わりちょっと代金場です、ね、もう履き替えんとですね。そうですね、今ちょっとお金やって帰ってきました。あ、そうですか。すいません、もうすだった。いやいやいや、でも前に比べたら初間ね、凍るのも遅くなった。そうですね、でも来週からまた寒くなるって。あ、そうですか。そうです、なんか今言いなさったけんですね、よかと変えたですよって言いなさったけんですね。タイミングはですね、うん、そうです。寒くろ。寒いです。お母さんも高森住んどったちやっぱ寒くて嫌ですか。寒かですね、やっぱね。ずっと高森ですか。私は一宮町の方からこっちに来ました。あ、そうなんですか。はい、一宮より寒いかもですね、高森が。そうですね、高森の方が寒いでしょうね、うん、ですね。でもお元気そうです。あ、そうですか。おいくつですか。74歳です。お若いし、お肌が綺麗です。そうそうそう、俺もか。いやいや、お正月はどんな感じ。もう嫁さんの方に任せてありますから。そうなんですね。でも嫁さんがみんなしなされてんですね。私はもう別に何もしないんです。私が一人で、あとはもう息子たちが夫婦 で、 そうなんです。あらら、ご主人は。私も亡くなりました。あ、はい、はい、すいません、寒いところ。ありがとうございます。お勤めしまして。いえいえ、ありがとうございます。失礼します。失礼します。これは何の木でしょうね。製材所。すごい。わ、丸太がいっぱい。わあ、すごい。製材所。なんかめちゃくちゃ忙しそうですね。ですね、今のところ。はい、息子さんにです。あ、息子さん。あ、すいません、ポイントチャンネルです。はい、今何の作業されてたんですか。今のこぐず取り取らした件が積む作業を行おうとしてたところですね。はい、丸太を向こうに流して使わなくなった木があるんですよ。はい、それで風の勢いでこっちに持ってきてから、そのノコグズ取り、ノコグズ取り来る人に提供するという形でやっております。これもう大体半年ぐらい乾燥させて、あっちで
製品してから一番に出すっていうことですね。一番に出しますね。はい。最近ニューヨークに木材が人気になってるんですか？外国の木材が入ってこなくて、その木材の値段が葛藤したっていうのはありましたけど、日本の木しかなかったから、でちょっと製品の値段も上がって、丸太自体の値段も上がってっていう時期はありましたけど、最近落ち着いてきてきて、はい、だいぶ安定してきてはいますね。この辺の木は全て高森の木ですか？あ、これはあちこちから高千穂とかの木もありますし。後継ぎでいらっしゃいますよね。あ、はい。どうですか、仕事されてて。大体まあ覚えてきてはあるんですけど、やっぱ競りに行くので、そこの他の人たちとの争いも、丸太をいくらで決めるとかもあるんで、まあ、まだまだそこは勉強しないといけないかなっていうのは、はい、あります。大学2年生の時からバイトしてて、でちゃんと社員になったのは去年の4月かな、4月ぐらいですね。はい。楽しいですか？まあ、だいぶ楽しんでやってます。はい。はい。まだ今おいくつですか？今24です。はい。将来を見合っていかなきゃいけないんで。はい、頑張っていきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。ぶらり高森で。あ、ぶらり高森。突撃でインタビューさせてもらってます。さっき会いましたね。繋いでくださいってことで、やっぱり来ましたね、やっぱり。いや、それは絶対に。すごいですね、この音が。音はすごいですよ。もうずっとこの状態でしょ。ずっとこの状態です。やっぱみんな耳が悪くなってですね。そうなんですね。やっぱ職業病で。あ、そうですね。うん、もう本当うるさいけど早く帰った方がいいですよ。自分はまあリフト乗ったり裏方したりとかですね。昔は機械とかしょったけど、今はもうそっちの方になってますね。はい。冬は寒そうじゃないですか。冬は寒いですね、本当に。まあ、屋根がついてるけど雨が降ったら、まあ、雨降ってもできるよっていう仕事は。バンドやってらっしゃるって言ってたんですか？はい、一応ですね、箱根町の方でグラムハイウスっていうバンドを、グラムハイウスっていうバンドやってます。ギターをやってます。はい、ギターのですね。はい。一応高スポの方でギター教室もやってますんで。はい。はい。もしよろしければ、はい、来てください。はい。ありがとうございます。最近楽しいことありましたか？最近楽しいことは一つもありません。はい。ありがとうございます。どうもどうも。はい。ありがとうございます。こんな近くに来たのは初めてで、ちょっと邪魔しちゃいけないなと思いながら、祖父が大工さんやってたんで、はい、なんか木に関わるのはすごく親近感というか、はい、ありますね。今回のぶらり高森はいかがだったでしょうか？街の方ですとやっぱり人がたくさんいて、また今までと違う雰囲気で面白いお話もたくさん聞けました。本当にありがとうございます。また次回はどこに伺うか分かりませんが、その時はよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。おくろく一押しの人っていますか？片山佐伯さんです。私じゃない。アメリカ人、ハイキング、トレッキング。トレッキング。かわいいですよ。この色は何ですか？一回人が乗っとるけん、でかくないとね。いや、高森ではこれ、高森でした。4月。4月ですか。お母さんも元気やん。きつい。サンクロ？寒いです。元気でいいね、この人なんとおしこかさよ。BBC
なんさま体操。皆さんこんにちは、なんさま体操の時間です。なんさま体操はテレビの前の皆さんと私が体操をしていく体操の番組です。見ているだけじゃダメですよ。はい、皆さん立って一緒に体操しましょう。はい、では早速体操を始めていきます。はい、ではね、最初の体操は振り子でいきたいと思いますね。ちょっと言い忘れてましたけど、最初にね、皆さんお白湯かお水をね飲んで、体を潤してから体操するとね、体操の効果もね結構上がりますのでね、ぜひ、お茶とかね、お白湯とかお水を飲んで、体操してもらったらいいかなと思います。はい、ではね、それで、最初の体操は振り子です。振り子の運動は足を肩幅に開いていただいて、両手を左右に振るだけの運動です。ね、これを2分間やっていきますので、ぜひ皆さん一緒にやってみてくださいね。もちろん椅子に座っている方、横になっている方もね、自分でね体を動かせるとこ、足とか手とかね、首とか顔もね動かせますね。1分でも2分でもいいので、自分とね、私と、一緒にね動かしていただければ嬉しいです。はい、ではね、2分間一緒にやっていきますよ。よーい、スタート。両手を左右に振っていきますね。ぐーっと振っていきます。振って体をほぐしていきますね。お正月の間 ねゆっくり過ごされた方もいらっしゃると思います。逆にね、あ、寝てないんですよあんまり、いう人もいるかもしれませんね。そういう方もね、ちょっとね体を動かしてあげると目が覚めたり、よく眠れたりします。本当にね、こうやってね、腕立てとか腹筋とかもいいかなと思いますけど、こうやってね楽に運動して体をほぐしてあげると体にも優しいし、気持ちもね楽になりますね。はい、ふわーっと体を動かしていきます。だんだんとね背中が温まっていきます。ね、こう回る方もね、だんだんとね、おー、よく回ってきた、痛いのがなんかなくなってきたとかねありますんでね。はい、1分経ちましたね。しんどい人はねここで休憩して、まだできる人はもう1分やっていきましょう。はい、動かします。自分で自分の体を動かしますね。はい、ずっと動かします。はい、背中もほぐれてきました。手を動かして背中、背骨の周りのね筋肉をほぐしていきます。よい、ね、こたつに入るとね背中がねぐーっと、あの手ついたらね背中がほんと猫のように丸くなってしまうんでね、あ、体温まったと思ったらね、こたつから立ってこうやって動かしていったらいいかなと思いますね。はい、もう終わりますよ。はい、3、2、1、はい、 OK です。で、手足をねしっかり止めて、体の感じをしっかり味わいます。両手、背中、お尻ですね、しっかり感じて、よし、2分間動かしたぞと自分にね言い聞かせて褒めてあげてください。はい、それではね、振り子の運動はこれでおしまいです。はい、今日はね、お腹の運動にいきたいと思います。ですかね、今日も、椅子を使っていきたいと思いますね。はい、結構ね座って寒いのでね、皆さんこたつに座ってる方も多いかなと思いますけど、今日はねお腹の運動です。ですね。でもこうやって、まあこたつでこうやって座椅子でこうやってる方もいらっしゃるかなと思いますけど、まずはですね、まあ椅子に座って、まあ座椅子にこうやって背もたれしますよね。で体を起こしますね。これこの運動なんですけど、ここですね、立ってる姿勢、横になってる姿勢のこの真ん中で体を止めます、ね、ちょっと難しい人は立ったまま、まず立って体をどこまで倒せてキープできるかな、でここでキープします、ね、でここで背中と腰、お腹の、ね、筋肉を使って体を止めてるんですけど、この運動です。でこのまま 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 キープして休みます。
ね、これを10回やっていきたいと思いますのでね、ね、座ったままでもできますよね皆さんね、はい、はい、では行きましょう。はい、座ったままで、まあ、手は伸ばして伸ばしてもいいかも。ぐーっと倒します。このままキープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、休憩。2回目ぐーっと上げます。2、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3回目ぎゅーっといきます。3、2、3、4、5、6、7、8、9、10。4回目ぐーっといきます。4、2、3、4、5、6、7、8、9、10。しんどい人はね、数をね減らしながらやってもらってもいいですね。5回目グーッと上げます。5、2、3、4、5、6、7、8、9、10。6回目体を起こします。引っ張られるよね。で、起こしたら楽だからね、起こすこうギリギリのとこね。6、2、3、4、5、6、7、8、9、10。7回目グッと伸ばして、7、2、3、4、5、6、7、8、9、10。8回目頑張るよ。8、2、3、4、5、6、7、8、9、10。9回目グッと伸ばして、9、2、3、4、5、6、7、8、9、10。最後はね、ちょっと意地悪してこう左右に振ってみます。こうやってね、こうやってやるでしょ。起こして1、2でね、左右に振ってみますね。いきましょう。はい、起こして1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、戻して戻します。聞きましたか皆さん。はい、起き上がりすぎてもダメだけどね、これ意味ないけどな。起こしてちょっと倒して、あ、ここまでなら体を止められるってとこでやると効果的ですね。1回から始めて少しずつ回数を増やしていったらいいかなと思います。はい、ではね、お腹の運動はこれでおしまいです。はい、じゃあね、最後の体操、ゆらゆらいきたいと思います。ゆらゆら体操は、足を肩幅に開いていただいて、そのままかかとをぎゅーっと上げます。ね、でバランスが取れない方は、こう壁とかについてぎゅーっと上げます。で、これで30秒ですね。キープ。で、30秒経ったら、今度は逆につま先を上げて、そのまま30秒キープ。ね、これを1セットして、でもう1セット2回しますのでね、頑張ってやれる方は、一緒にやっていただければいいかなと思います、ね、で足の運動ですけど、違う運動をね、30秒やってもらってもいいのでね、もう大歓迎です、そういうことはね、はい、もうとにかくね、私と一緒に運動していただければね、もうやってる甲斐がありますのでね、ぜひ一緒に、やっていきたいと思います。はい、ではね、ゆらゆら体操を、私はやっていきますので、ね、皆さん一緒にやっていきましょう。いきますよ、よーいスタート。かかとをビョーと上げます。ビョーと上げます。はい、上げましたよ。30秒いきます。このままね、ゆっくりいきます。爪先を使ってしっかりと上げます ね。このぐらい身長が僕も欲しかったですけどね。はい、まあ、ここまであったらもうちょっと低くてもいいかな。はい、でつま先でしっかり立ちます。ふくらはぎはぎゅーっと縮めてます。ここね、ふくらはぎね、ここよ、ここね。はい、じゃあ半分終わりました。今度はかかとを下ろしてつま先を上げます。かかとでバランス取りますね。ちょっと痛いなーですよ、ちょっとこうやって壁とか机にね、やりながらでもいいです、こうやってね。でちょっと離して、お、立てる、お、ダメだ、立てる、お、っていうね、バランスを自分で取ってみてくださいね。はい、
ずっと取ります。はい、1セット目終わり。次に2セット目のかかとを上げます。つま先立ち、ぎゅっとね、はい、しっかり上げます。バレリーナのように立ちます。ぎゅっとね、見る世界が違います。高くなるとね、はい、ぎゅっとね、ここふくらはぎ力入ってます。しょ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 、ぐっと上げます。小指までつけるようにしっかり立てます。はい、次はかかとをつけてつま先を上げて終わりです。最後ですよ、ぎゅっと上げます。はい、かかとをつけて、かかとをどん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 つけてあげましょうね。かかとに刺激を与えて、骨にも刺激を与えてね、元気なホルモンをいっぱい出しましょうね。トン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 といきますよ。はい、さあ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 、はい、3、2、1、はい、 OK です。はい、来ますね、さーっと来ますね、足がね、はい、疲れたかな疲れた人はこうやって揉んであげてねはい、じゃあね、ゆらゆら体操はこれでおしまいです。はい、まだね、寒い日は続いていると思いますね。まあね、何様3種類、体操を紹介してますけどね、1つ2つ3つやってもいいし、この中のね1つだけでもいいですね。1日の中でですね、自分でね、お仕事で体を動かすのとはまた違いますね。自分でちゃんと意識して自分の体を動かす時間を作ってくださいね。で、何していいかわからないなという人はね、一緒にね、このナーサマをね活用して一緒に体操してもらったら、すごく嬉しいですね。そのために、私テレビの前でこうやってね頑張ってやってますのでね、皆さんぜひ、体操一日のうちでね、ちょっとでもいいです。自分で自分の体を動かして、でね、自分を褒めてあげてください。明るく楽しい今を、自分で動ける幸せを、そしてかけがえのない素晴らしい一日を、宝の森高森町の皆さんに届け。はい、じゃはいじゃあ今日のナンサマはこれでおしまいです。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様。高森テレビ回覧版です。このコーナーは定期的に皆さんのお手元に町から回ってきます回覧版をピックアップし、内容をお知らせするコーナーです。総務課から1月18日発送分の回覧についてお知らせします。今回の文書配布は括弧配布2件、組回覧2件です。まずは令和4年度町県民税、国民健康保険税の申告についてです。期間は主な収入が年金の方は2月15日から、その他の方は2月16日から申告が始まります。受付時間は午前9時から11時と午後1時から3時までです。場所は高森総合センター、法友館、日下部総合センターの3カ所で開催しますので、申告受付会場のご確認をお願いします。次に出張スマホ教室についてのお知らせです。先着15名限定で無料でスマートフォンの使い方を教わることができます。会場は高森総合センター、法友館、上式見総合センターの3カ所で行います。日時時間等は回覧文書をご確認ください。
続きまして、バレンタインコンサートのお知らせです。熊本県立劇場コンサートホールで、2月6日日曜日、会場13時から、開演13時半からバレンタインコンサートがあります。入場は無料です。高スポ高森吹奏楽団の出演もありますので、お時間がある方はぜひいらしてください。最後に、広報高森1月号掲載の休日在宅医についてのお知らせです。1月5日に全国配布しました広報高森掲載の休日在宅医が1月10日までの掲載となっておりましたので、1月22日以降の在宅医について記載しております。ご確認をお願いします。以上で1月18日発送の回覧についてのお知らせを終わります。次回の回覧発送は2月8日です。TPC をご覧の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。週刊情報高森の時間です。今週のゲストですね、オクロック熊本歌劇団の上琴恵さんと伊藤真理乃さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、せっかくなのでですね、じゃあマスクを外していただいてですね、はい、自己紹介の方お願いします。はい、はいはい、オクロック熊本歌劇団上見て頑張る上琴恵です。よろしくお願いします。同じくオクロック熊本歌劇団の音楽大好き、サックス大好き、伊藤真理乃です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。もう1月も中旬ですけども、はい、今日1月20日でですね、大寒といってですね、はい、1年で一番寒い日というふうに、はい、言われてますね、はい。もうまあ、ちょっと今日は割とですね、そうですね、まだまだ、はい、ね、一昨日とかね、なんかしびれた死んでました、手がですよね。はい、この時期ですね、なんか、はい、寒稽古とかですね、寒ざらいという形でなんか習い事をは、うん、するとですね、はい、上達が早くなるということで、はい、なんかこの時期にやっぱりこのいろいろすることがあるみたいなんですけど、はいはい、お二人今の時期、まあこの寒の時期ですね、に始めたことってありますか？私、3月に猫検定っていうものがありまして、それの勉強を年始めから始めました。わ、猫検定どんもうなんか 何猫とかそういうのですか？初級、中級、上級ってあって、初級は猫のこの部位の名前は何とかなんですけど、上級になると保険の話だったりだとか法律の話が入ってくるので、結構本格的な難しいものですね。はい、でもちょっとなんか楽しそうですね。はい、楽しいです。部位の名前って何があるんですか？なんかね、猫のここのお尻と背中の間はクロスオブポイント。カタカナなんですか？漢字だと思ってた。いいのよ、カタカナなんです。すごい。勉強してます。伊藤さんなんですか？もう今の衝撃が強すぎて、クロスオブポイント、はい、奥深すぎませんか？すごい。寒の時期に始めたこと、なんだろう。いつもの習慣とかでもなんかいいですよ。いつもの習慣ですか？でも冬は特に白湯を飲んでます。朝は今日もここ収録にお湯を持ってきてて、できるだけ冷たい水じゃなくてちょっと白湯を飲むっていう、ちょっと美意識高めでやっております。でも白湯飲むのはね、朝一番飲むの体にいいって言いますもんね。飲んでます今日も飲んできました、しっかり。ありがとうございます。もうですね、
これもう寒の時期が過ぎればもう立春春に近づくので、ね、はい、はい、春を待ち私はですねもう寒いのがちょっと苦手なので待ち遠しい春をですねはい、はい、お願いしますね。じゃあこのお二人でですねお二人を迎えて、はい、今日の週間ですね、はい、やっていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、今日のですね、今週のですねすいません話題は2件になります。成人の皆さん、ご健康でですね、成人を迎えられました、心からお祝いを申し上げたいと思います。おめでとうございます。生まれてから20年という歳月が経ち、こうして今日式典に出席できたのは家族や地域の方々、先生や先輩方、友人など多くの人たちの支えがあったからだと思います。本当に感謝しています。昨年から続く新型コロナウイルスの影響によりさまざまなことが制限され、思い描いていたキャンパスライフを送ることはできず、友達と会えない日々が続いていたと思います。人生一人では生きていきません。皆さんで助け合って生きていきましょう。まだ話は早いかもしれませんが、この先私たちが先頭に立ち社会を作っていく立場が必ずやってきます。その時日本がどのようになっているかは想像できません。ですがこれまでさまざまな経験をし、そこで得た知識があります。社会に出た時最初は辛いことばかりかもしれません。でもいつか活躍する時、その時まで耐え抜き自分が先頭に立った時、いい社会を作りましょう。最後になりましたが、まだまだ未熟な私たちです。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。そして多くの方々への感謝の気持ちを忘れず、成人としての決意を忘れず、力強く生きていくことを誓って新成人の挨拶とさせていただきます。コロナウイルスの流行から2年たち、少し落ち着きを取り戻しましたが、先の見えないもどかしい思いや将来に不安を感じることも少なくありません。しかし思い返せば6年前の4月、私たちは熊本地震という2度の大きな地震を経験しました。中学3年生となり、人生の中で一つの大きな決断である卒業後の進路決定を控える中、多くの人が不安を抱えていたと思います。そんな時、家族や先生方、そして高森町の皆様に支えていただきました。新成人となった今、今度は私たちが支えていく立場にあることを実感しております。また仲間と共に励まし合い乗り越えてきた私たちなら、この試練もきっと乗り越えられると思います。私たちは成人として晴れの門出を迎えましたが、社会人としてはまだまだ未熟です。どうかこれからも温かい目でご指導ご鞭撻をいただけますようお願い申し上げます。私たちはこれからも互いに励まし合い、これまで支えてくださった多くの方々への感謝の気持ちを忘れず、新成人として自覚ある行動を務めることを約束します。なんかそういう考えを築かせてくれたものも、周りの友達だったり家族だったり、そういった人たちの存在があったおかげで、そういう存在がなければ、なんかずっと縛られた生活をしていたんじゃないかなって思います。そういう存在があったんですけども、一昨年の私の誕生日に、その大切な存在の一人である幼なじみを亡くしてしまいました。で、本日の成人式でも、参加っていう形を取るかどうかを、友人たちと話し合いました。で、そういう考えることはたくさんあったんですけども、それ成人式ってちょっと本質とは外れることとなってでも一緒に参加したいという思いがあって、そしてそれを
その思いを受け入れてくださったご家族の皆様には感謝をしています。今日は写真という形で彼も参加してくれています。で、町長さんがお話しされる時にも、彼の目を見て彼の方を向いてお話してくださったので、なんかやっぱ一緒に来てよかったなって思いました。いいですか？打ちますよ。はい、はい、ありがとうございます。やっとなんかいろいろ大変だったけど、みんなで集まれてよかったなと思います。どんな大人になりたいか抱負を教えてもらえますか？なんか芯のある大人になりたいなと思います。迎えられて感謝を伝えたい人とかいますか？そうですね、母に一番感謝して伝えたいです。ありがとうございます。恥ずかしい。メッセージを。メッセージ？20年間ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。いらっしゃったんですけど、その町に何か恩返しができるような、まあ、今まで自分たちがあのいろいろ与えてもらった分、こちらも何か返せるような立派な大人になりたいと思ってます。自分でも頑張って独り立ちはしていくっていう気持ちは持って、でもなんかこう支えてくださった方に感謝しながらもこう生活していきたいなと思っております。20歳になりました。みんな元気そうでもう幸せです。新成人として新たな一歩を踏み出したいと思っております。いい大人になりたいと思います。立派な大人になれたらと思います。はい、じゃあ後ろ見して。はい、確認。はい、いつからの友達？小学生からです。ちゃんと管理栄養士になって社会に貢献できるように働きたいと思います。ありがとうございます。いろんな人のお手本になれるような大人になりたいです。下っ端で、まあ、調理も最初はできないと思うんですけど、まあ、これからしっかり調理を任せられるような人材になって、熊本に訪れる人に料理を振る舞っていきたいですね。自分もやっぱ今年はもう新型コロナウイルスが流行って無理だろうと思ってたんですけど、高森町が PCR 検査など町を挙げて全力で開催に取り組んでいただいたので、本当にそこは嬉しく思いました。自分の夢に向かって諦めずに頑張っていってほしいと思いました。これから楽しみですね。はい、ありがとうございます。とっても嬉しいですね。嬉しいです。なんかまだ実感が湧いてないんですけど、皆さんに祝ってもらってやっぱ新成人になったんだなと思ってます。この高森町に貢献できるような大人になっていきたいと本当に思ってます。期待と不安といっぱいなんだろうなと思います。他の子たちの挨拶とかで感じましたけれど、高森のために何かやりたいですっていう子どもたちが増えましたよね。それはやっぱりとってもなんかこういいことだと思います。楽しみというかですね。父のように背中を見せて、いろんな方を引っ張っていけるように、そして母のように寛大な心を持った強くて優しい女性になりたいです。以上です。はい、一つ目の話題はですね、1月3日に高森総合センターで行われました成人式のダイジェストをお送りいたしました。はい、高森町はですね、新成人が集まりやすい時期ということで、毎年1月3日にですね、成人式を開催して、はい、います。で、昨年ですね、コロナウイルス の影響でですね、成人式が延期となった成人式もですね、はい、午後に行われまして、はい、いいですね、午前中が今年 の、はい、新成人ですね、午後が昨年の、はい、新成人という形でですね、二部構成という形で、はい、行っております。はいですね、今週ですね、今放送されたものってですね、午前中の成人式の模様のダイジェストになるんですけども、はいはい、お二人ですね、はい、成人式の時は振り袖とかは着られました？はい、私着ましたね。黒地にピンクの花柄みたいな感じの、黒地、そうそう、黒にピンク、いいです
すごく、まあ、可愛らしい感じでひらひらもレースとかもつけてもらって、で私の祖母のお友達の美容師のお店が貸し出しをしてくれてるところだったので、すごくいろいろあのわからないこととかも聞いたらすぐ答えてくれたりとかして、すごくね、良かったです。そうなんだ、レースなんですね。そうですね、ここにレースがこうついてて、はい、なんかちょっと私たちの時期はあのもう古いですけど、なんかモコモコのファーみたいなやつが あります、ファーもつけました。母からのお下がりをちょっとお借りして、今度写真見せてくださいね。そうね、見せてくださいね。いつかね。伊藤さんどうですか？はい、私は振り袖着たんですけど、先ほどあったようにコロナの関係で、当時の成人式はできなくって、でも前撮りはしたんですよね。でそれで、振り袖をちょっと親にお願いをして買っていただいて、着させていただきました。はい、結構私その頃寒色が好きで、今もですけど緑色の感じに花柄にで帯が結構花柄が多いじゃないですか、帯ってなんか結構渦を巻いてるような台風の目みたいな感じの柄の帯をつけさせていただいて、じゃあそれもツイッターに写真あげてるのでよかったら見てください。すごいお気に入りの振り袖です。はい、なんかね、ちょもう今度からちょ、はい、上さんとね、伊藤さんのやついつ乗るんだ、まあ、伊藤さん乗ってるけど、上さんいつ乗ってるんで、いつ乗るんでしょうね。古い写真が見えない、色褪せてる感じと私は見せてもらいました。なんかでも伊藤さんのやつもツイッター見ましたけど可愛かったですね、ニンジュってやってる。あ、そうなんです、そうです。ちょっと可愛らしい感じでポーズ取らせていただいて、はい、いやなんか素敵なね、はい、皆さんね、なんかめちゃめちゃ可愛かったですね。すごい。こちらですね、生放送でもですねお送りしたんですけども、はい、この成人式および特別成人式のですね、インタビューとかですねもう交えまして、サブチャンネルですね、はい、10ちゃんプラスの方で放送いたします。はいですね、この成人式の方が、1月の29日からで、午後にありました特別成人式の方がですね2月の5日から、はいはい、放送となります。はいですね、インタビューされてるかもしれないですね、はい、皆さんもしかしたら。そうですね、映ってるかもしれないですね。はい、もうね、ぜひぜひ見てください、よろしくお願いします。はい、はい、皆さん、明けましておめでとうございます。ただいまから、令和4年、仕事始め式を開式いたします。ご起立ください。正面式です。お答えください。まず初めに、総長が新年のご挨拶を申し上げます。皆さん、新年明けましておめでとうございます。こうやってですね、無事にそれぞれの職員の皆さんが、また町全体としてもですね、大きな事故がなく、まあ、災害等もなくですね、迎えられたことに関しまして、お喜びと、あと皆さんにですね、感謝申し上げなきゃいけないかなと思っております。よかったと思います。そして成人式は昨日ですね、教育委員会の職員の皆さん、そして高森ポイントチャンネルの職員の方、総務課の方もですね、また他の職員の方も手伝っていただきまして、無事にですね午前午後の部が開催ができました。大変ですね、いい成人式だったと思います。特に昨年ですね、できなかった新成人、昨年新成人だった成人の方はですね、高1の時がスタートダッシュの時が熊本地震で、中1の時が九州北部豪雨災害ということで、今回の社会人のスタート、つまり成人のスタートだけはですね、きちっとした形で、後押ししてあげたい、祝ってあげたいという思いから、午後にですね、特別成人式ということでやって、やらせていただきました。非常に参加人数が多くて、今年はやはり規制も含めてですね、今ちょうどコロナウイルスが若干下火だったということもあって、多くの方が帰省されて、友達とまた恩師とですね会われたのではないかなと思っております。高森高校の魅
力アップ化ということで、高森町と県教育委員会高森高校と協定を結ばさせていただきました。当然民間のコアミックスさんも入られています。それの専門のセクションをですね、これは教育委員会の中に作らせていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。それと若い職員さんは本当に自力が少しずつついてきていると思います。年度末にもお伝えしたように、本当にですね、画期的な取り組みだったり、地に足がついた取り組み、そしてやるとこはやるぞという取り組みをしていただいています。その中で、ザ行政のところでですね、やっぱり1回だけ、見直していただく、2回だけ見直していただく、そういうところはですね、必要じゃないかな。そしてそういう先輩がたくさん今、ご勇退なされた先輩が再任用だったり、もしくは現職の総務課長の年代の経験を持たれたですね、先輩方がいらっしゃる間にぜひ聞いていただきたいというふうに思います。私の方からですね、12年目に入りますので、さらに皆さんにお願いと、私の率直な考え方ということをですね、お伝えをさせていただきました。令和4年もですね、同は4月1日からですが、今の最強のメンバーで、草むら調整12年目最後の年をやらせていただければというふうに思いますので、いろいろ足りないところ多々あると思いますが、ご協力と一緒にですね、やっていくところをよろしくお願い申し上げまして、私の新年の冒頭のご挨拶にさせていただきます。終わります。皆さん新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。年末も申し上げましたが、今年の、今回の年末年始は2年ぶりに心穏やかに皆様お過ごしになったかと思っております。先日の成人式もそうなんですが、これまでその節目節目の、年中行事ですとか、さまざまなイベントが、コロナ禍でできなかったこの2年間だったわけですけれども、少しずつその日常を取り戻す流れになってきております。公務行政というのは特に有事の際にその力を発揮することを求められております。私もこの2年間前の任期任していた2年間も含めますと4年間高森町の皆さんと仕事をしてきたわけですけれども、こうした有事の際の対応というのは非常に素晴らしいところがある、力を発揮していただいているというふうに思っております。コロナ禍もうしばらく続くと思いますが、皆様の力をしっかり発揮していただいて、町民の方々のためにですね、力を尽くしていただければというふうに思っております。私も残りの任期一生懸命頑張ってまいりますので、ぜひ皆様方の力を貸していただければというふうに思っております。今年1年間またよろしくお願いいたします。新年おめでとうございます。町長のお話にありましたように、昨日この会場で成人式が行うことができました。 TPC の皆さん方にもですね、大変お世話になりました。午前中がですね、47名、これは新成人です。午後からが先ほど町長がお話がありました特別成人式ということで、38名、85名ですね、成人式ということでこの会場でお祝いができたこと、大変良かったと思います。天気も恵まれまして、素晴らしい会だったな。あとはまた TPC あたりで見ていただきたいなと思うんですけど、私は新旧プランのキャッチフレーズは、高森に誇りを持ち、夢を抱き、元気の出る教育ということをずっとこう10年間、11年間続いていますけれども、子どもたちが何か私たちの思い感じてですね、育ってきているなということを感じ、大変嬉しく思いました。また1年間いろいろとですね、皆さん方お世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では2件目の話題になります。こちらはですね、1月4日に高森町、令和4年度仕事始め式の模様になります。こちらですね、高森町長、服部副町長、佐藤教育長、それぞれからの訓示をいただきました。はい、
この、まあ、あのこういうふうにですね、会社とかにいるとですね、年末年始とか年度末とかですね、結構区切りにこういうふうになんかこうみんなで集まって、はい、訓示とかいただくようなこととかあるんですけど、はい、オクロックはなんかこういう区切りとかありますか？区切り、年末年始のですか、ね、そうですね、大掃除。あ、大掃除。あ、年末にみんなで大掃除しましたね。それはなんか、まあ、区切りっていうか、まあ、みんなでなんかね、その、はい、そこをね、1年の締めといいますか、みんなでっていう、なんか毎日掃除はしてるんですけど、普段ね、手の届かないところだったり、ね、お部屋が結構たくさんあるので、みんなで分担して掃除してましたね。なんか悪いことでもしたんですか？なんか悪いことでもしたんですか？掃除と思ったら埃の感じで掃除したら違う。でも結構綺麗になって、新年また始めて、 すごいいい気分で始められましたね。そうですね。あとは最初の今年初めの公演の日に、はい、加藤神社にご挨拶に行きまして、うん、私たち前田圭司歌舞伎旅をしてますが、一応もう一人の主人公ということ で、加藤清正様を取り扱っていますので、はい、そちらも今年もよろしくお願いしますということで、はい、熊本市内の加藤神社にご挨拶に行きました。いいですね。なんかね、ちゃんと聖職さん、まあ、はい、ね、ご挨拶しないと思って、ね、はい、いただけるようにですね。はい、まあ、こんな風にですね、こう、まあ、まあ、ね、こう、その私たちもその普段その年末大掃除したりとか、その初詣行ったりとか、こう区切りってなんかね、あるとちょっとその時にシュッと ね、はい、なんかのこうその時になんかもう一度こう自分を見つめ直すというか、まあこういう訓示とかでもなんか、あ、そうだ、ここでなんかこう次はこういう風に頑張らないといけないなとかって思うことがありますよね、はい、新たになりますよね、また気持ちが。ですよね。この風にですね、町長の方からもですね、いろいろ訓示とかありましたけども、はい、今年もですね、皆様のためにいろいろ頑張っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではですね、お二人にちょっとお話伺っていきたいと思います。はい、はい、じゃあちょっと上さんからいきましょうかね。上さんといえばたくさんブログ上がってますよね。はい、はい、なんか本当に楽しみにしてるんですけど、はい、なんか毎回のように結構何々の日とかって上げてないですか？はい、そうですね、昨年は365日今日は何の日っていう風に上げてたんですけど、今年からちょっと変えまして、うん、まあ、何々の日はちょっと廃止を廃止いただきまして、はい、今日私がちょっと心動いたこととか、そういったことを今書かせていただいてて、ちょっとまだこれ言ってないんですけど、1月6日の分からタイトルをこう縦読みでした、今してて、ちょっと毎回のタイトルをこう並べるといつか文章になります。起きましたか？皆さんすぐ見てください。いや、ちょっと楽しみ、ちょっとなんかまたね、新しい楽しみが、はい、本当でも文章書くの上手ですよね。いや面白い。ありがとうございます。いやいや、本当になんか毎回楽しみにしてるので、また、はいはい、今後もですね、ちょっと楽しみにしてます。チェックしたいと思います。はい、よろしくお願いします。あ、ですね、まあ、伊藤さんといえば、じゃあ、はい、ツイッターですかね、この間年末、はい、年末じゃないか、もう結構前ですね。そうですね、去年ですね、はい、歌舞伎もの超えた、ね、はい、サックスでやってましたよね。やっていただきました。はい、はい、いや、なんか、あ、なんかほら、なんかこう、なんだろう、動きっていうか、かっこいいですね。あ、本当ですか。嬉しい。いつもは普通のね、こういう服で、うん、普通の私服で吹いてるんですけど、あの日は公演の午前中、その準備時間にふと思い立って、あ、今吹きたいって思って、もうすぐ部屋駆け込んで作して、もう髪型とかも人足の状態なんですけど、で、吹き込んで吹こうと思って置いたら、はい、あれ、譜面がなくても吹けるってことですか？もう、そうなんです、もう譜面を作らずに、もう音を耳で耳コピして、はい、もうなんかもうだから、もう間違えると吹き直しなので、私もあれももう何十テイクぐらい撮って、やってました。ね、こんな裏側話していいんですかね。でもね、結構ね、サックスのやつね、あれだけ出てるから、なんか、はい、あ、はあ、
と思いながら。なんか結構あのファンの皆さんもあのまた吹いてね楽しみにしてるよって声を本当にたくさんいただいて、その歌舞伎もの声歌も、うん、あのすごいあの反響というかその反応をいただいたので嬉しいなと思いながら、ちょっとまたもあの今年もね定期的にあげようと思ってます。はい、はいはい、どちらも楽しみ、嬉しい嬉しいありがとうございます、はい、でですね、じゃあちょっと話題は変わりますけど、はい、あの10月からですね、はい、始まりました月ごとのテーマをですね、あの決めてゲストに答えていただくというコーナーをちょっと始めさせていただこうかなと思います、はいはい、私3回目くらいです。おベテランです。ベテランベテラン、はいはい。今月はですね、今年の抱負ということで、うん、はいはい、ご記入いただければと思います。はいはい、はい、ありがとうございました。はい、ではですね、はいはい、発表していただきたいと思うんですけど、はい、じゃあ上さんからいきましょうか。はい、はい、行きましょう。どうぞ。はい、じゃじゃん。2022年の抱負こちらです。学ぶ。お、はい、私結構何にでもこれってなんだろう、これってなんでだろうっていう風に疑問を持っちゃう方ですぐ調べるんですよ。でもその調べたことを、うわー調べたんだけど何だったっけな、絶対調べたでいつも忘れちゃうことが多いので、今年は絶対こう学びにそれをしていって、もう一回調べたことは忘れないっていう年にしたいなと思います。はい、素晴らしい。すごいです。そうね、はい、なんかね、パッてこう今簡単に検索できるから、なかなかスッて忘れることが多いですよね。はあ、すごい、さすがです、はい、猫ちゃんも可愛い。猫ちゃん、猫ちゃん、はい、ごめん。じゃあ伊藤さん行きましょうか。はい、はい、私は2022年、でんたくさん吹いて、たくさん歌って、たくさんハモります。おお、ハモる。ハモる。私あのやっぱ音楽がやっぱ大好きで、うん、ハモるのが特に好きで、そうなんですね、あの誰かが歌っている曲とか、口ずさんでる曲とか、あとはテレビで流れてる CM の曲とかに勝手にハモるのが癖なんですよ、すごく。でもうそれを今年はもっと前に前に出していこうかなと思って、はい、やっぱ音楽で生きていきたいの で、ね、いいですね、なんかね、音符がね、踊ってますね。踊ってます。よかった。こっちかな、こっちだ、はい、はい、これからもサックスとか歌ってる動画も上げられたらなって思ってます、いろんなところで、はい、ね、すごい楽しみですね。頑張ります。頑張ります、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、でですね、ちょっといつもだったらですね、まあ、ここで終わりになるんですけど、ちょっとですね、はい、今回 TPC のカメラマンの田上からですね、はい、あのちょっと前回紹介したレナード彗星の写真をですね、撮りに行った時にその出会いました、はい、大津の坂田さんからいただいた写真っていうのをあのちょっとまたいただいたみたいなので、ちょっと紹介したいと思いますね。楽しみ。ちょっとですね、ここから見えますかね、はい、ここね、あのなんかそのずっとなんかシューッとしてますよね、うん、すごい綺麗、ね、結構なんかこうちょうどですね、これが2021年の1月に発見された彗星ってことで、はい、1年前ですね、はい、で秒速70キロので移動して早い、であのその地球の周りをぐるぐる回るんじゃなくて、もうなんかすごいシャンっていくんですよ。なのでもう二度と出会えない彗星ではあるんですけど、12月ぐらいにその肉眼で見えるぐらいまで明るくこういう風に見えたってことで、あの青山っていうその山の入り登山口の入り口らへんにそのちょっとですね、あの広いところがあって、そこで西の空を見るとこういう風な写真が撮れたということで、はい、はい、もうなんかすごく綺麗な写真をですね、綺麗ですね、はい、なんかいただいたので、はい、絵みたいに綺麗です ね、うん、ね、なんか西の空のですね写真をですね、はい、なんか撮りたい時にはそこに行くみたいな、はい、なんかやっぱりあのやっぱりもう周りが暗いからですね、そうですね、空がね綺麗に見えるってことで、行きたいですね、はい、そこちょっと、ね、あ、なのでそこはもう結構あの行きやすいところかもしれないですね、はい、高森も星が綺麗なんで、うん、ね, ね、いいですね、黒くからも綺麗に綺麗に見えてます、ね、結構あの、ね、写真のね、はい、上げてました、上げてました、すごいですよね、なんかでも
ね、携帯で撮っても映るぐらい、そうですよね私びっくりしました、高森来てこんなに星が綺麗に見えるんだって思って、天然のプラネタリウムじゃんって思って、もうすごいなって感動してますいつも、はい、なんかちょっと量がね、なんこんなにあるっていう時がそうですね、暗いところに行くとですね、すごいすごいっていう、はい、はいはい、まあこんな彗星がもうちょっともうね、うん、二度と見れないので、あの写真でしか見れないですけど、あのいただきましたのでちょっとご紹介させていただきました。ありがとうございます。はい、では最後にですね、ちょっとお知らせがあれば、はい、あのお願いしたいと思います。はい、はい、私たちおくろく熊本歌劇団は毎週金曜日と土曜日の19時から熊本城のお膝元ワクワク座にて定期公演を行っています。チケットもたくさん販売しています。今 LINE でのチケット購入も開始されましたので、ぜひそちらもチェックお願いいたします。定期公演に加えてですね、2月の26日27日になんと熊本の大きな大きな百貨店、鶴江百貨店さんの方で、特別公演をさせていただくことになりました。26日は夕方の公演、そして27日はお昼の公演ですね。私たちいつも夜に公演してるんですけれども、次にお昼でも公演させていただけることになりまして、そちらのチケットもですね、先ほど琴恵さんおっしゃってました LINE の方でもできますし、お電話でも、受けたまわっておりますので、ね、もう大勢の方にぜひ来ていただいて、公演を見ていただければと思います。鶴屋の特別公演もぜひお越しください。お待ちしてます。こちらも本当楽しみですね。はい、ぜひぜひ。もうね、でも公演はね、いつ行っても何回行っても楽しいので、ぜひぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、ね、毎回毎回ね、なんかちょっと違うところがね、そうお二人もね、なんかほら各々でね、はい、いろいろほら違うところを、ねね、やってますね。来週はこの役、来週はこっちの役みたいな。ね、はい、楽しみなので、はい、ぜひお願いします。お願いします。はい、お待ちしてます。はい、それではですね、今週の週刊情報高森ですね、はい、おくろく熊本歌劇団の上琴恵さんと伊藤真理乃さんと一緒にお送りいたしました。お二人とも本当に、ね、今週ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた来週お楽しみください。マイナンバーカードもちろん作りましたよ。あなたは、あなたデジタル苦手だもんね。そういう人こそ作った方がいいんじゃない。だって便利なのよ。あ、ねえ、これわかる？そうそう、あなたもマイナンバーカード TPC。 町からのお知らせの時間です。高森町の行政情報やイベント情報などを各担当課から分かりやすくご説明いたします。大切なお知らせがたくさんございますので、ぜひご覧ください。今週のお知らせはこちらです。今週の町からのお知らせは、生活環境課から今週1月23日から29日までのゴミ出し日について、企業・法人などとの共同の森づくり表彰、税務課から1月の納期限のお知らせ、確定申告・住民税の申告について、2、申告書の提出・納税の方法、3、農業・営業・不動産などの注意点、建設課住宅係からのお知らせ、町営住宅入居者家賃の決定について、冬場のボイラーやガス風呂釜の凍結防止について、景観の届出について、総務課から一般会計補正予算第13号について、熊本東年金事務所から公的年金などの源泉徴収票とは、新型コロナウイルス感染症ワクチン情報として、3
3回目の新型コロナワクチン接種について、県内の感染状況についてです。TPC をご覧の皆さん、こんにちは。生活環境課の村上です。今週のゴミ出し日についてお知らせします。まずは高森式見上式見地区です。月曜日24日は可燃ごみ、火曜日25日は不燃ごみ、木曜日27日は可燃ごみ、金曜日28日はペットボトルです。次に草壁、瀬里口、菅山、長野春、下切り、中、八津田地区です。月曜日24日は可燃ごみ、木曜日27日も可燃ごみです。次に鶴、野尻、奥谷、河原地区です。火曜日25日は可燃ごみ、水曜日26日は不燃ごみ、金曜日28日は可燃ごみです。また可燃ごみは黄色の袋、瓶、缶、ペットボトル、布は透明の袋、不燃ごみは青色の袋に分別をお願いします。ごみ出し日や分別の仕方は TPC データ放送やホームページでも確認できます。以上、生活環境課からでした。TPC をご覧の皆様、こんにちは。生活環境課の野尻です。今回、生活環境課から企業法人との共同の森づくりの県知事表彰についてお送りしたいと思います。この事業はですね、平成20年12月に熊本県によりまして、社会貢献活動や環境問題、こちらに大変関心のある企業とあと自治体の間に立ちまして、森づくりのコーディネートを行うという目的で、企業法人との共同の森づくりに関する指針というのが示されまして、その発表を得ましてですね、高森町では平成20年に大和座下切地区の元城団地、この伐採町有林の伐採跡地の約1ヘクタールをですね、その事業のリストに掲載をさせていただきました。その掲載結果を得ましてですね、平成23年の4月に、前田建設工業株式会社様と、締結をさせていただきました。その締結から10年が経過いたしまして、森づくりの共同活動をですね、長年に、続けてこられました企業に対しまして、その功績を称えましてですね、今回、県知事表彰が贈られるという運びに、なりました。ちなみにですね、今回の知事表彰の受賞はですね、3例目となります。ではその時の、模様をご覧ください。ただいまより企業等による未来につなぐ森づくり in 熊本を開催いたします。主催となります熊本県側の出席者をご紹介させていただきます。蒲島郁夫熊本県知事です。竹内真義農林水産部長です。大岩定一森林局長です。よろしくお願いします。熊本県営業部長兼幸せ部長、いつも元気な熊門です。よろしくお願いします。熊本県は
県土の6割以上が森林で、木材の産出額が全国第4位であります。このような中、令和2年7月の豪雨災害では人吉球磨地域を中心に大きな被害を受けました。未曾有の豪雨災害により700箇所以上で山腹が崩壊しましたが、手入れの行き届いた森林では保水力や侵食防止の機能が発揮され、被害は最小限に抑えられました。日頃から森づくりの重要性を改めて認識した次第であります。前田建設工業株式会社九州支店常務執行役員支店長お付の誠様、高森町町長草村大成様、壇上までお上がりいただき、ステージ中央までお進みください。感謝状、前田建設工業株式会社様、記者は多年にわたり高森町との共同の森づくり活動に貢献し、熊本県の森林整備の推進に大きく寄与しました。その功績は誠に顕著でありますので、これを表彰します。令和4年1月12日熊本県知事樺島郁夫、おめでとうございます。そしてありがとうございます。それではここで写真撮影を行います。ありがとうございました。お付けの様、山田町長、席へお戻りください。改めまして、高森町長の草村です。前田建設工業九州支店の支店長になっております、お次のと申します。よろしくお願いいたします。この度は誠にご表彰ということで、本当に心からお祝いを申し上げます。おめでとうございます。 ありがとうございます。今回のですね、表彰は、当庁のですね、下切地区の町有地約の一部ですね、1ヘクタールを企業にですね提供して、企業を待ち、地元の団体、これは森林組合さんなんですけど、一緒になってですね、整備を行って、地球環境の保全や町との交流を図るということで、確かですね、私が就任いたしました平成23年の4月の締結だったと思いますが、はい、そして今回ですね、ちなみにこれ熊本県知事表彰は、はい、歴史上3例目の栄誉だとういうことだとお聞きいたしております。ありがとうございます。本当にありがとうございます。私たちがですね23年、4月からということで、今どのくらい時間が、それから約10年ですけど、そうですね、はい、それからですとちょうど10年、ちょうどその頃私どもも近くでちょうどプロジェクトの案件をやっておりまして、この話を伺いまして、高森町のですね皆様方にですね、貢献できるのであれば、この共同の森づくり活動事業に参画させていただければということで手を挙げさせていただいた次第でございます。それからちょうど今今年3月でちょうど丸10年という、そうですね、はい、形になると思います。ありがとうございます。また町民の皆様もご存知だと思いますが、前田建設工業様におかれましては、当庁のみならずですね、この阿蘇地域のインフラ整備、そして、災害等の時もですね、本当にご協力ご尽力いただきまして、また5年経った時の協定時ですね、の時には多額のですね、寄付もいただきました。本当に重ねて、お礼を申し上げたいと思います。で、高森町は、ご存知の通りですね、これ大分宮崎のに隣接して、地図でいうと九州のある意味ど真ん中に位置しております。で、当然町民の皆様一番ご存知ですけど、やはりその平常時もそうですが、やはり国土保全という観点でですね、私たち高森町、そして町民の皆様もですね、その国土保全の根源のところをですね、
担って、いらっしゃるというところは皆さんも思われていると思いますし、町もあの自負をしているところで、あります。そしてこのですね、ここまであの地域が守ってきて、そして今回のようにですね、長く企業さんが一緒になってやっていただいたこの大事な自然、そしてつまり水ですね、この森、これを次の世代にですね、はい、引き継ぐなければいけないという重責を私たちの世代もあの担っておりますので、私はまあそういうふうに思っておりますが、あの引き続きですね、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、あの当社も前田建設もですね、実際あの2009年に、環境経営ナンバーワンというのをスローガン出しまして、地域貢献活動を含めてですね、取り組んでまい、っております。まあ、その中で今回この高森の森の中ですね、一緒に共同させていただけること、本当に会社としてもですね、我々職員全員ですね、自負を持ちながらですね、取り組まさせてもらっているというのが実情でございます。まあ、今回あの10年経ちまして、協定のですね、締結期間過ぎると、あの終わるということになるんですけど、私どもあの常々ですね、会社の方としましては地球への配当という形をですね、歌っております。まあ、本当あのごく一部であるんですけど、あの利益の中からあの皆様の方へですね、ご寄付させていただくと、また一緒にですね、活動させていただくという形をですね、取らさせてもらっております。まあ、この10年過ぎましたけど、まだまだこれからもですね、私ども一緒にですね、活動を続けさせていただければと思いますので、なお一層のですね、その森の育成、維持、そちらの方に我々もお手伝いできるところはですね、お手伝いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、あのこちらこそぜひともよろしくお願いいたします。はい、本日は、改めましておめでとうございます。ぜひですね、職員の皆様にもですね、はい、お伝えしていただければと思います。はい、おめでとうございます。どうもありがとうございました。税務課税務係の重野です。今月の納期限のお知らせです。今月末が納期限の税金は国民健康保険税9期となります。口座振替は1月31日月曜日に行います。期限内に納められませんと、督促手数料や延滞金が発生する場合がございますので、必ず期限内にお支払いください。お問い合わせ先は、税務課 0967-62-1123 です。以上で納期限のお知らせを終わります。税務課からのお知らせです。確定申告、住民税申告について4回に分けて放送いたします。本日は2、申告書の提出・納税の方法、3、農業・営業・不動産等の注意点についてです。確定申告、住民税申告について申告書の提出・納税の方法、確定申告書の提出方法についてです。ご自身で確定申告する場合、以下の方法により提出できます。 1. e-tax で申告、インターネットの確定申告書等作成コーナーで作成した申告書等はeTax により送信できます。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。 2. 郵便または信書便により住所地等の所轄税務署に送付。 3. 住所地等の所轄税務署の受付に持参し提出する。なお、現在新型コロナウイルス感染症が流行しています。確定申告会場での感染予防対策の観点から、パソコンやスマートフォンを利用した e-tax や郵便等での提出をお勧めいたします。
所得税の納税の方法です。納付手続きは次の通り様々な方法があります。ご自身で選択し、納付を行ってください。1、口座振替。2、e-tax で納付。3、クレジットカードで納付。4、QR コードによりコンビニで納付。5、金融機関または税務署窓口で現金納付。なお、2から4については、詳しくは e-tax または国税庁ホームページをご覧ください。住民税申告の期間・申告方法についてです。確定申告期間中に住民税申告も受け付けています。住民税申告の申告の際に持参するものは確定申告と同じです。収入関係。1、給与・年金の場合、源泉徴収票。2、農業・営業・不動産等の場合、収支決算書など。3、非課税年金の場合、通知書や通帳を確認し、年間の支給額を申告していただきます。控除関係。社会保険料や生命保険料、地震保険料などです。申告の結果、確定申告となった場合、マイナンバーカードが必要となります。そのため、マイナンバーカードまたは通知カードおよび身分証明書等をご持参ください。もし確定申告や住民税申告をしないと、住民税や国民健康保険税、各種の保険料、その他福祉関係など様々な分野で優遇を受けれなくなります。例えば、国民健康保険税の軽減を適用されず、高額な税金が請求されたり、後期高齢者医療などの課税区分が非課税から課税として扱われます。また、所得証明書や課税証明書の発行ができません。さらに、確定申告期間を大幅に過ぎて申告すると、所得税に対する延滞金が発生したり、各種税、保険料等が一括徴収される場合があります。確定申告、住民税申告は申告期限内にお願いします。確定申告、住民税申告について、農業、営業、不動産等の注意点についてです。農業、営業、不動産に共通する注意点として、収支内訳書、決算書の作成です。申告会場でスムーズに行うため、自宅で1年間の収入、経費をまとめ、右の収支内訳書を作成してください。なお、作成が難しい場合、ノートなどに収入、経費ごとに1年間分を取りまとめていただいても問題ありません。収支内訳書を作成していない、収入や経費ごとにまとめていない、まとめていない取引明細書や領収書のみ持参される方については、申告会場で順番を待っている方のご迷惑となるため、別日に来ていただく等の対応を取る場合があります。その他の注意点です。減価償却費の対象となるものを購入した場合、確定申告前に以下の確認を
お願いいたします。1、新車や新品の資産を購入した場合、取得金額、購入日、納品日を確認しておいてください。2、中古の資産を購入した場合、取得金額、購入日、納品日のほかに年式や経過年数の確認もお願いします。事業の専従者控除についてです。青色、白色申告者の専従者とした親族について、配偶者控除や扶養控除の対象とすること、重複での控除はできません。専従者控除または配偶者扶養控除のどちらかを選択してください。有害鳥獣駆除隊への経費については、例年通り駆除隊への会費を経費として計上することはできません。税務課からのお知らせでした。こんにちは。建設課住宅係から3つお知らせがございます。まず1つ目は町営住宅入居者の方の家賃の決定についてです。令和4年度の町営住宅入居者の方の家賃を通知いたしました。家賃は入居者の収入等に応じて決まります。ご不明な点がありましたら住宅係までご連絡ください。次に、冬場のボイラーやガス風呂釜の凍結防止についてです。町営住宅の冬場のボイラーやガス風呂釜の凍結防止のため、必ず水抜きや通水を行う等の対応をお願いいたします。方法がわからないときは、商品の説明書やメーカーのホームページにも記載されていますので、ご確認ください。最後に、景観の届け出についてです。高森町に建築物や工作物等を作られる際は、住宅係まで必ず届け出を行ってください。詳しくは、住宅係までご連絡ください。以上で、住宅係からのお知らせを終わります。1月臨時議会において議決されました令和3年度一般会計補正予算第13号についてご説明いたします。木村さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速ご説明の方に入りたいと思います。はい。今回はですね、ちょっといつもと違って、はい、予算書の形をです ね、 そうですね、ちょっと、はい、見ていただきたいなと思いまして、後ろの方に、はい、はい、出させていただきました。はい、いつも概要書でですね、事業の説明するんですけども、町民の方々もなかなかですね、予算書自体を見ることが少ないかと思いますので、今回は予算書の方もですね、説明していきたいと思います。はい。まあ、こちらは表紙ですね、補正13号になります。でこちらが、予算書の1ページ目になります。今回はですね、歳入歳出それぞれ、7億6084万2000円を追加しまして、予算の総額が86億5853万9000円というふうになりました。はい。まあ、はい、ちょっと86億と言われてもですね、はい、どれぐらいって思ってしまうんですけども、昨年同時期と比べましてですね、はい、大体12億4000万ほど、ちょっと増額となってるんですけれども。そうですね、昨年の1月も臨時議会あったんですけど、はい、その時がですね、はい、74億ぐらいだったので、はい、はい、そうなります。そうですよね。はい、この予算規模がこう大きくなるということで、こう、はい、なんかまあ、留意すること、注意することってあるんでしょうか。そうですね、今回ですね、まあ、今回の補正自体も7億ぐらい補正してるんですけど、はい、そのメインがですね、ふるさと納税がですね、メインになってます。で実際の寄付いただいた額とかを、はい、応じて増額補正というふうにしてますので、まあ、予算規模は膨れてますけど、実際その現金は入ってきてるっていうところですので、まあ、直接的なですね、
まあ、留意点というのは特にはないんですけど、まあ、例えばあのふるさと納税に関しては半分をですね積み立て金基金に積み立てる必要がありますので、まあ、それをちょっと年度末にですね行うとちょっと現金がなくなるというところもありますので、まあ年度途中に一度今あるお金をまあ積み立てるとかそういった必要は出てくるかなと思います。はい、はい、分かりました。ちょっとまたページ進めていただきまして、はい、はい、こちらですね、はい、繰越免許費というものになるんですけれども、これって普段は予算書の方には、ね、なかなかこう載ってこないものだと思うんですよね。そうですね、はい、どういったものでしょうか。はい、まあ、繰越ということなので、まあ、今年度予算化はしますけど、まあ、来年度に繰越して、事業を実施しますという事業になります。で今回ですね災害復旧で、まあ、3つですね、うん、2路線ともう1線今石がですね崩壊して落石しているところがありますので、今回はその3つの災害復旧を、まあ、今回も予算計上しますけども令和4年度に持ち越しますというところで、今回このような形で繰越免許費という設定をしております。はい、はい、続きまして、はい、こちらもですね、はい、はい、今まで、まあ、ちょこちょこですね、補正のタイミングの時に乗ってきたりはあってたんですけれども、はい、こちらも13号でも設定させていただきました地方債補正ですね、はい、こちらの説明を、まあ、地方債ですね、借り入れ借金ですね、はい、で今回ですね追加と変更ってありまして、まず上の追加、先ほど申しました災害復旧ですねに使うために、追加で今回480万円借り入れますという、こちらが追加で、次下がですね変更、こちらもまあ災害復旧になるんですけども、もうすでにですね一度地方債の借り入れとして超えて予算書の方に乗っけたですね事業について、またちょっとその追加で借り入れますという、今回はこの補正前と補正後ですねっていうところで、今回追加と変更というふうな記載のですね補正をしております。はい、こちらも先ほど説明していただきました災害復旧に関わる部分ですね。はい、はい、では次に行きまして、だいたい9ページの方からですね歳入歳出の予算が始まっていくというものになりますね。はい、はい、で9ページのこちらが歳入ですね、こちらがその歳入の今回計上した、まあ、それぞれですね内訳、例えば一番上ですと災害復旧の国からのですね補助金ですね負担金、はい、で次がですねこれも国の補助金なんですけども、後ほど概要書で説明しますけども、まあ、臨時給付金がそう1億3300万とか、うん、それぞれ事業ごとに分かれて予算書にこのような形で載ってきます。はい、で今回ですねこの寄付金のところですね、ふるさと応援寄付金が6億あと企業版ふるさと納税寄付金が1070万と、この寄付金だけでも6億1070万の補正になってますんで、まあ、今回はですね、うん、この部分が相当大きかったかなというふうな形になります。はい、はい、で歳入が、まあ、ここまでですね地方債までありまして、ここからが歳出ですね。はい、はい、まあ、歳出もですね事業ごとにそれぞれ工事請負だったらですね光ケーブル移設工事とか、まあ、ふるさと納税に関する経費とかですね、すべてこうやって事業ごとに予算書はなってます。一応予算書はこんな形ですね。そうですね、はいはい、この機会に皆さんにですね予算書でどういったものかっていうのを知っていただければ、ね、はい、はい、よかったと思います。はい、で主な事業についてはですねいつものように概要書をもとにご説明したいと思います。はい、じゃあ続きましていつものようにですねこちらの概要書に沿って、主な事業を、説明したいと思います。はい、ではまずはじめに、はい、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業についてご説明をお願いいたします。はい、こちらは、国のですね経済対策になります。住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付金を支給するために、今回1億3300万円を計上しました。はい、まあ、支給対象者につきましては、はい、住民税非課税世帯とあと家計給付者という、はい、2つ2種類の方々がいらっしゃるということですね。はい、新型コロナウイルスのですね、はい、対策になりますので、まあ、コロナの影響を受けて家計がですね急変して、まあ、住民税非課税世帯とですね同様の事情にあるという方が、うん、まあ、認められればですね支給対象となります。はい、では当然給付の方法も変わってくるんでしょうか。そうですね、はい、住民税非課税世帯の方につきましては、対象世帯にですね支給案内通知書と、確認書というものを、担当課から送付しますので、うん、その確認書に、まあ、役場の方にですね返していただいて、それで指定口座への振り込みというふうになります。うん、
で家計急変者につきましては役場の方にですね申請書の提出をしてもらう必要がありますのでまあ、後日ですね住民福祉課の方から、まあ、要件だったりとかですね、詳しく説明があると思いますので、まあ、それに該当すれば支給を行うというふうに、はい、聞いております。はい、まあ、給付額につきまして1世帯あたり、10万円ということなんですけれども、はい、予算規模がすごく大きくなっていると思うんですよね、はい、こちらの財源というのは、はい、もうこちらも国 の,、はい、経済対策ですので全額ですね国からの補助金が、入ってきますので、まあ、町の負担はないということになります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いての事業です。公共土木施設災害復旧事業についてのご説明です。よろしくお願いします。はい、先ほどですね予算書の方でも繰り越しとかですね地方債の説明もしましたけども、はい、今回令和3年の8月のですね豪雨で被災した、道路ですねを2路線災害復旧工事を行うために、1200万円計上しております。はい、これは国庫補助の分の2路線ということですよね。そうですね、はい、国のですね災害査定というのがありまして、はい、そちらで認定されましたので今回のタイミングで、予算計上となりました。まあ、8月の豪雨でですねすぐにでも、はい、やっぱり工事すべきなんですけども、まあ、工事費も災害復旧となるとでかくなりますの で, そうです、ね、国の補助金とかをですね取るために、まあ、ちょっとこれぐらいの時間をですね要するというふうになります。はい、はい、まあ実際ですねこの補助金も入ってきますし先ほどご説明しました地方債の借り入れということもやるんですよね。はい、そうですね、事業費がまあ2路線で1200万円なんですけども、はい、まあ、そのうち補助金が入ってきまして補助金以外の部分をですね地方債を借り入れます。はい、で災害復旧事業債というので、まあ、充当率で100、まあ、そのまま残りの分を借りられると。で交付税で 95% がですね返ってくると、はい、すごい優遇されますので、まあ、実質的にはですね、25万円の負担でできるということになります。はい、実質負担25万ということでですね、はい、こう単独でやるとなかなかできないところですけども、ね、はい、こういった処置があるので、まあ、負担が軽減されるということですよね。はい、で一応繰り越しの方にも設定はしてるんですけども担当の建設課の方でもですね、一刻も早く復旧するようにですね、工事の方も急いでいただくというふうな発言もあっておりますので、はい、住民の方にはですねまだご迷惑いろいろおかけしますけども、なるべく早いですね、はい、復旧を財政係としても願っております。はい、住民の皆さんのですねご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。これで令和3年度一般会計補正予算第13号についてご説明を終わります。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。TPC をご覧の皆さん、こんにちは。ここからの時間は新型コロナウイルス感染症情報をお送りいたします。それではご覧ください。住民福祉課から新型コロナウイルス感染症情報についてお伝えいたします。今日は3回目の新型コロナワクチン接種について、そして県内の感染状況についてお伝えをいたします。新型コロナワクチンの3回目の接種用の接種券の発送をすでに開始しております。3回目接種の対象者なんですけれども、2回接種を完了した方で18歳以上の方ということになっております。2回目接種からですね、おおむね7ヶ月経過した方が接種できるようにご準備をしているところです。1回目2回目は12歳以上の方が対象だったんですけれども、3回目は18歳以上ということになりますのでご注意ください。またですね、これは大変重要なお知らせなんですけれども、3回目の接種については必ずですね予約が必要です。予約なしでの接種はお断りしますので、必ず事前にですね予約をしてお越しいただきますようお願いいたします。またですね、会場も1回目2回目と同じです。集団接種会場は高森総合センター前の特設会場にて行います。ここ1箇所になります。他の公民館などでは実施予定はありませんので、お間違いのないようご注意ください。接種券の発送予定なんですけれども、すでに始めておりまして、
2月末まで頃にですね、約300人ずつのグループに分けて5日から6日ごとに1回発送をしております。ですので、2回目接種が終わられた方順にですね、送っております。ただまあ地区ごとに少し分けておりますので前後する場合もありますが、1回目2回目を打たれた方、高森町民として打たれた方については必ず接種券が届くようになっておりますので、しばらくお待ちください。接種券が届いてから予約開始となります。接種券はこのピンクの封筒に入ってきます。大きなこの封筒になりますので、この封筒が届いたら中を見ていただいて予約をしていただけたらと思います。この接種券がお手元に届くまではしばらくお待ちください。予約方法です。予約方法は1回目と2回目と同じです。コールセンターへの電話予約ができます。送迎は電話での予約のみということになります。またもう一つの予約方法としてインターネットでの予約も受け付けております。予約を受け付けているコールセンターをお知らせします。高森町新型コロナワクチン接種コールセンターです。電話番号は0967-63-0312、平日の午前9時から午後5時までの対応となっております。また今予約期間ですので少し朝のうちなどがですねつながりにくいこともありますが、少しお待ちいただいておかけいただくとつながると思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。また、今回3回目の新型コロナワクチン接種につきましては、2つのワクチンを使い分けていきます。1つは1回目2回目と同じファイザー社のワクチン、もう1つがモデルナ社製のワクチンということになります。日によってファイザーワクチンを使う日、モデルナのワクチンを使う日ということで決めております。でモデルナが今回初めてですので、全国的にもですね皆さんご不安な声とかがありますので、国の方が作っている Q&A の方をですね、元に作った資料をご紹介したいと思います。モデルナのワクチンは副反応が強いと聞いてますが大丈夫ですかというお尋ねには、モデルナのワクチンにおける3回目の接種は1回目2回目の接種で用いた量の半分の量となります。2回目接種後と比較して発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されていますとの回答になっております。モデルナのワクチンですね、今回初めて使うんですけれども、高森町民の皆様だいたい1回目2回目はファイザーを使われているかと思います。今回3回目モデルナの日もご案内しているところですけれども、1回目2回目をファイザー打たれた方が3回目にモデルナを打たれた場合ですね、ワクチンの量はモデルナ半分の量になるんですけれども、中和抗体は3回目もファイザー打たれた方よりもですねしっかり上昇するというような結果も出ております。ファイザーの方はちなみに1回目と2回目と同じ量になります。モデルナは1回目2回目の半分の量になりますが、しっかり効果は出るというような形になっております。もう一つ Q&A ですねお知らせします。ファイザーとモデルナのワクチンの効果に差はありますかというようなお尋ねに対しては、ファイザーとモデルナのワクチンの1回目2回目接種の効果を約半年比較した観察研究では、モデルナのワクチンの方が感染予防、発症予防、重症化、入院も含む重症化予防の効果が高かったということが報告されております。こういったですね、国からの情報も出ておりますので、皆様におかれました安心してですね、予約をしていただければと思います。さて、2月に入りましたら、集団接種の方が始まります。3回目の接種で持ってきていただくものをご案内いたします。接種券付きの予診票をお持ちください。皆様には、さっきほどのこのピンクの封筒の中に、折りたたまった、接種券付き予診票が入っております。開くとこういう形になっています。予診票はピンク色の部分です。この状態で中に切り取り線があるんですけれども、
切り取らず、この状態でピンク色の予診票の部分をですね、1回目と2回目同様しっかり書いていただいてお持ちください。皆様の1回目と2回目の接種日や接種されたワクチンにつきましては、こちらの白い部分の方にいつ打たれたとか、どのロットで打たれたというものが書いてありますので、これを見ながらこちらの予診票をお書きください。またあと本人確認書類ですね、運転免許証や保険証、マイナンバーカードなどをお持ちください。また、日頃お薬を飲まれている方についてはですね、お薬手帳もお持ちください。次に服装です。肩に近い部分に筋肉注射をしますので、肩を出しやすい服装をお願いします。皆様ご存知の通り、会場に更衣室はありません。今寒い季節です。薄着をしてこられるのは無理な話ですので、半袖やノースリーブの服の上に前開きの服などを重ね着されることをお勧めいたします。肩がすぐ出るように対応をよろしくお願いいたします。ワクチンについて皆様にお願いです。新型コロナウイルスワクチンを接種していない人に対して、接種を強制したり人権に関わる差別的な扱いをすることはあってはなりません。体質や持病等の身体的な理由を含め、さまざまな理由によりワクチンを接種することができない方、望まない方もいます。ワクチンの接種は強制ではなく、あくまで本人の意思に基づき受けるものであり、接種していない方に人権に関わる差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。さて次に県内の感染状況についてお伝えをしていきます。これは1月20日付の熊日の新聞の記事なんですけれども、非常にですね、感染者数増えておりまして、1月19日の発表では国内感染初の4万人超えということで、非常に広がりを見せております。熊本県も711人、過去最多の人数が発表されております。第6波がもう爆発的な広がりを見せているというような状況です。このような状況を受けまして、熊本県ではですね、まん延防止等重点措置の方を国の方に要請をしまして、1月19日にですね、決定がされております。国の方で期間はですね、1月21日から2月13日までということで、まん延防止等重点措置の方が適用されることになりました。この適用を受けまして、県の方でも会議が開かれ、これから皆様に、どういった規制になるのか、どういった行動をしていただくことをお願いするのかということが発表されていきます。皆様におかれましてもですね、県の方からの規制内容であるとかお願いなどが報道などでも発表されると思いますので、しっかり確認をしていただいて、感染予防にしっかり努めていただくようお願いいたします。高森町では、高森町独自の取り組みとして抗原検査簡易キットを配布しております。高森町が配布しておりますのは、厚生労働省承認の検査キットということになります。希望される町民の皆様に配布しております。新型コロナウイルス感染に不安のある方は、高森町住民福祉課にお問い合わせください。こちら無料配布となっております。高森町住民福祉課の問い合わせ先です。0967-62-2911 です。不安のある方はお電話をください。最後に、高森町の皆様に重要なお願いです。感染予防のため、外出時の感染防止対策の徹底にご協力をお願いいたします。また、基本的な感染予防として、症状がなくともマスクを着用してください。こまめな手洗い、手指消毒、換気を行ってください。発熱時は仕事などを休み、かかりつけ医等に電話相談をされてください。熊本県内感染者数が著しく増えております。第6波が爆発的な広がりを見せております。高森町の皆様におかれましても、引き続きですね、感染予防にご協力をいただきますようどうぞよろしくお願いいたします。
以上、今週の新型コロナウイルス感染症に関するお知らせでした。